はい、皆さんこんにちは、とんきちでございます。今日の動画はですね、昨日ちょっとお話ししたこちら、じゃじゃーんと ZOZO マット、このね話についてやっていければなというふうに思います。まあ、結構ね関心多い人多いと思うので、よかったら見ていってくださいね。じゃあ今日の動画いってみましょう。はい、ということでね、まず ZOZO マットとは何かというところからね話していきたいと思います。で、 ZOZO マットはちょっとねこの辺に画面 はめ込みますけど、今あれね桑田の息子さんが CM やってるみたいです。マットだね。ということで2月の27日より順次配送ということで、僕のところにも3月の頭かなに届きました。で、何かというと、自分の足のサイズをスマホのカメラを使ってしっかり測れますよというようなアイテムです。まあ、スマホはね個人が持ってるもので、それのサブ的なアクセサリーみたいな感じで届くものですね。まあ、こんな感じで今ずっと出てるんですけど、もうサイズ選びに悩みませんみたいなね、まさにこんな感じです。足の計測はご自宅で簡単にできます。僕もね足のサイズってよく分かってなくて、買う靴によって結構ねまばらなんですよ。で、実際買った靴でも合わない靴があったりとかっていうのがあるぐらいで、なんかねちょっとそんなこともあって、この ZOZO マット頼んでみました。ミリ単位の精度であなたの足を 3D 計測ですよ。もうこれだけで惹かれますよね。で、最終的に計測した結果を用いて ZOZO タウンで販売している自分の足に合うもの、それを紹介してくれるっていうものみたいです。ぜひ ZOZO マットを体験してみてくださいということなので、実際にね体験してみたいと思います。そして体験するにあたっては、もうすでにね僕の方はインストールしてあるんですけど、 ZOZO タウンのアプリケーションを入れる必要があります。で、これから ZOZO マットの計測っていうところがあって、これを押します。で、実はねもう一度計測をしてしまってるんですけど、再計測っていうことで今日はね皆さんと一緒に測っていきたいなと思います。よいしょ、じゃあ再計測。で、計測を始めるっていうところを押すとですね、まあね始める前にこんな感じでやりますよっていうの映像が流れます。基本的にはこれに従ってねやっていくことになります。まずは ZOZO マットの使い方の動画、紹介動画が流れますね。まず画面の方で出る円とマットの円を重ねると、あとはね順次ぐるっと色に合わせてね、色の方向に沿ってカメラをこう回ぐるっと回していくような感じになるみたいです。これね50センチぐらい45度でって書いてあるんですけど、これが難しいんですよね。これがねなかなか認識しなくて、昨日実はかなり手こずりました。まあ順次ねこんな感じやっていくので、ここね動画はスキップさせていただきます。計測の準備をしましょうということで、明るい平らな場所にマットを広げますということで、 ZOZO マットを出したいと思います。で、 ZOZO マットがですねこちらです。じゃーんと広げると、よいしょ、見えるかな、こんな感じになってるんですよ。足の形で今色に合わせるって先に言っちゃいましたけど、周りに赤とか青とか色がついてるので、これをカメラに合わせていくっていう感じです。で、これを地べたに置きます。よいしょ、みんな見えてないよね。よいしょ、こんな感じで、こんな感じで ZOZO マット置きます。よいしょ、で、これ画面の通りなんで、これで OK ですね。計測の準備は、靴下を脱いでズボンを膝の下までまくり上げます。これね両足使うようなので、両足準備してください。よいしょ、じゃあ靴下脱ぎます。よいしょよいしょ、靴下を脱いで足をめくります。よいしょ、こんな感じかな、こんな感じで準備 OK です。で、次に計測の準備をしますということで、緑色のマニキュアをつけてる人は誤差が生じるそうです。ちょっとその人は注意してくださいね。計測中はなんかボリュームもちょっと大きくしないといけないそうなので、ボリューム上げます。で、 OK で、この状態になると足のマークがこれで出ますね。左足から行くことになります。これの上に、よいしょ、この足にドスッと足を乗せて、
で、この画面をこんな感じで合わせます。これがね、昨日もなかなか合わなくてね。よいしょ。これで OK かな。画面上の円とマットの円を重ねてください。はい、これで OK かな。合わせたよ。これがね、なかなか合わないんですよ。なんか知らないけど、ずっとこんなんでね、微妙なバランスを保ってるとインナーマッスルが鍛えられます。こんな感じかな。ダメ、結構ね合わない。しっかり合わないとダメなのかな。どうだ、いかないね。うん？一回足を外そうか。一回足を外して乗せてるんだけどな。うまくいかない。一回ちょっとアプリを終了させてもう一回やろうか。もう一回やります。この状態で。マットが検出できませんでした。スマートフォンの角度や高さを確認してください。結構ね、喋ってはくれるんですけど。スマートフォンを少し足に近づけてください。近づけるのね。継続中は足を動かさないでください。はい、そ、動かさないのね。45度で50センチぐらい。はい、よいしょ。これでね、画面が赤くなりますね。赤の方だ。はい、赤の方ね。よいしょ。はい、ゆっくり。移動させます。ピンク。はい。緑。紫、青、お、今日早く行ったな。昨日練習した甲斐がありますよ。今回めっちゃ早くできた。次右足です。よいしょ。右足も真ん中に置いて、よいしょ。はい、赤の方向からスキャンします。赤ね。赤の方向からスキャンしてください。はい。黄色の方向から移動させてスキャンします。ピンクの方向からスキャンします。ピンクの方向からスキャンしてください。あ、バランスが崩れた。ピンクもう一回ね。うまくいかんぞ。ダメだ、うまくいかない。こういう時は一回アプリを終了させて、もう一回。はい、ピンク。はい、いけたいけた。一回ね、アプリをゆっくり動かして、紫、うまくいかないか。いや、ダメかな。いや、ダメだな、うまくいかない。もう一回アプリをちょっと一回閉じて、紫の方向から一回アプリを終了させて、もう一回いきます。はい、いけた。青の方向。よし、いけた。足、すごい。これ、めちゃくちゃ足にくっつく。一応これで終了しました。
よいしょ。はい、ということで測定結果を見てみましょうか。よいしょ。測定結果出ましたね。測定結果がこんな感じです。一応立体的にこんな感じでね、足が出ます。僕の足の長さはだいたい26センチぐらいみたいですね。いつも28センチ履いてるんですけど、まあ、あとはね、甲の高さとかもあるんで、多分ね、甲の高さとか高い方だと思うんですよね。まあ、こんな感じの足です。でね、一応この結果解析もできるそうで、足型について詳しく見るって下にあるんで、これを押します。そうするとこんな感じでね、結果が出ます。僕の足はエジプト型なので、甲はちょっとやや広めで 3E のサイズがいいみたいです。甲の高さは標準的なのね、みたいな感じでね、あの自分の足のデータがね、あのデータ化されます。で、じゃあここから ZOZO タウンが提供してるんでね、 ZOZO タウンにリンクになるんですけど、相性のいいシューズをっていうのを押します。そうすると ZOZO タウンで売ってる靴の中で自分の足型に合うのをね、提案してくれます。僕アシックスだね。あとはコンバース、エアマックスとかも合うらしいです。という感じで自分のおすすめの、しかも相性度っていう形でどれが一番合ってるかっていうのも全部教えてくれるみたいです。まあね、今日こんなにすんなり言ってますけど、昨日結構大変だったんですよまあ、あの撮影の時うまくいってよかったです。はい、ということで今日は ZOZO マットを使って実際に自分の足の計測をしてみました。この ZOZO マットね、今送料無料で配っているので、興味がある人は ZOZO のホームページからアカウントを一旦作ってもらって申し込みをすれば届きます。このね、 ZOZO シューズのキャンペーンということで、今1万足プレゼントキャンペーンというのをやってるそうです。で、自分の足型を測っておすすめする、おすすめされた靴を一つだけ選ぶことができて、もしかするとその靴がね、タダでもらえるかもしれないっていうキャンペーンもやってるので、興味がある人はぜひちょっとね、見てもらえればと思います。まあね、スマホとかでこんな簡単に便利で測れるっていうのは非常にいいことですよね。実際自分の足と合ってるかどうかっていうのはね、ちょっとあんまりよくわからないけど、まあ一応こんな感じで提案してもらいました。で、僕の場合はいつも28センチを買って履いてるんですけど、今回 ZOZO マットが提案したのも28センチということで、大体一致してるかなっていう感じでした。はい、ということで今日の動画以上にしたいと思います。ちょっとでもいいなと思った方はいいね、評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。